疲れ様です。ライブステーション斉藤でございます。今回から始まりましたこちら、ライブステーションの YouTube チャンネルなんですけども、ライブステーションライブハウスなんですが、ライブハウス以外にも、何かできない、皆さんに提供できる面白いコンテンツないかなと思って始めてみました。まずはですね、僕が請け負っているギターのリペアですね、修理の方の動画を何本か上げていこうかなと思ってますので、お付き合いいただければなと思います。まずでは第1回目ですね、初回は、こちらになります。はい、ギターのネック折れですね。ネック折れ、結構折れるとショックだと思うんですけれども、できるだけですね低予算で綺麗に治るような方法をですね、実際作業をやりながら解説していきたいと思います。ではこちらの動画どうぞ。はい、ですね、まずブラウンハードケースですね、ギブソン、開けますと中から出てきます。はい、ギブソンレスポールカスタムですね、クローがかっこいい。はい、折れてますね、これだけ折れてます。こんなに開いてますね。これがネック折れの状態です。はい、じゃあまずですね、パーツ類外していきます。弦を緩めて、はい、そうですね、こういう感じで、パーツ類全部外していきます。できればですね、ネック折れの場合は、できればというか結構マストですね、弦を緩めた状態で持ってきてください。弦張りっぱだと、ずっと折れたところがですね、どんどん開いていっちゃったりもするので、弦を必ず緩めてから、持ってきてください。こんな感じでペグ類も外していきます。ペグ外して、はい、コットンフィールが目立ちますね。コットンフィールいいティッシュなんですよ、コットンフィールね。はい、はい、ペグ外れました。はい、はい、これがですね、ネック折れの部分ですね。折れてますね。まずはですね、どういう作業をするかというと、接着に入る前にですね、まず、どういう風にクランプしていくか、どういう風に、押さえていくかっていうのを考えながら、まず仮止めしていきます。はい、こんな感じで、クランプと当て木を使って、まあ、どういう風にですね、どのように、クランプをすれば、しっかりと圧着できるかっていうのを確認していきます。こう段差がないかっていうのを確認していきます。これで、しっかりできたなと思ったら、周りマスキングテープをして、これボンドができるだけ周りに飛び散らないようにっていうので周りマスキングテープをして、はい、でその次に接着の段階に入っていくかなという感じです。はい、これですね、注射器みたいなやつの中にボンドが入ってます。このボンドをとりあえず折れた部分にとりあえず塗りまくる、入れまくるですね。でギュッとやってギュッとやって折れてる部分をですね、開いたり閉じたりしてボンドをできる限りしっかりと、浸透させていきます。結構粘度のあるボンドなんでなかなか奥の方に行かないで、こういう風に逆さまにして無理くり入れていきます。閉じたり開いたりしてる間に徐々にボンドが流れていってくれます。でボンドを拭いて、できる限りこのボンドですね、できる限りというかもうしっかりとですねボンドが、全部の木部ですね、木部に、いかないとちゃんと圧着されてくれないのでまた折れてしまいます。でこういうふうにこれが弦ですね、弦を使って細いところまで、しっかりとボンドがいくようにします。はい、これでボンドが行き渡ったかなってとこですかね。はい、こういうふうに叩いたりとかするとその振動でボンドが、奥の方にしっかりと浸透してくれるかなって思います。これ結構重要な作業なのでここはもう慎重に慎重に、ただ時間かけすぎるとボンド固まってきちゃうので
最初のですね、クランプと当て木を使った仮止めの時に、ここら辺ですね、どういう風にボンドを、流していけばしっかりとつくかっていうのを想像しながらやっていきます。で、先ほど出てきた当て木クランプですねを、当ててって、これ本ちゃんの接着ですね、圧着をしていきます。ここでしっかりとですね、圧着クランプですねしないと、後々ですね、接着不良でまた同じところが、折れてきちゃったら開いてきちゃう、傷口が開いてきちゃったりするので、ここはもう慎重にかつ手早く、ボンドが固まっちゃうんで手早くやっていきたいですね。こういう風にですね、まずは軽く止めます。はい、全部で3個クランプ使います。1個目2個目を軽くまず止めて、はい、で基本なんですけど、これ奥の方から止めていきます。手前から止めちゃうと、力の逃げ場がなくなってしまうので、奥の方から手前の方、折れている奥の方から折れている手前の方に向かってですね、っていう方が分かりやすいですかね、に向かってクランプをしていきます。締めていく方向も、徐々に強めていく方向も、それが正しいと思います。はい、3つのクランプがですね、結構密着したところにあるので、手が入りづらいですこれ。はい、でクランプしてると、ボンドがですねはみ出てくるので、それを拭き取ります。でここで一旦ですね、数日間寝かせます。このまんまですね放置。はい、数日経ちました。これでしっかりと圧着できているかの確認をしていきます。まずはクランプを取っていきたいと思います。はい、当て木も取って、はい、マスキング取って、さあどんな状態になっていますでしょうか。はい、これ白濁しているというか濁っているところはボンドですね。はい、ボンドありますが、はい、押しても押してもネック折れない、大丈夫ですね、無事くっついているようです。はい、はい、これだけ押しても、これちょっとカメラが動いちゃってますね。カメラが動いちゃってるけど、実際は手が動いてます。はい、はい、弦をカリバリしましたね。弦のカリバリをして、ボンドを取ったら、再度、傷口開かないかどうかしばらく置いておきます。この状態で弦を張ったままですね。はい、これでまた数日置いた後がこれですね。ネックは折れてなさそうです。幹部開いてなさそうですね。はい、こんな感じです。まあそこそこ綺麗になってるんじゃないかなと思います。ちょっとですね、塗装チップしちゃったりとかしてるところとかがあるので、ここを今度はですねタッチアップしていきたいと思います。はい、ネック押しても折れないです、大丈夫ですね、しっかりくっついてます。はい、ではタッチアップの方に行きたいと思います。ここですね、黒いのをちょんちょんって塗っていきます。ちょっとピントがブレちゃって申し訳ないんですけど、 GoPro で撮ってて、 GoPro がねピントが結構拙者だと合いづらいっていう、次回以降改善していきたいなって思います。はい、そしたら今度これですね、トップコートですね、マニキュア式のやつがあるのでそれ塗って、で、これしばらく乾燥させて、もうしばらくって言っても数日ですね、何回か塗って数日乾燥させて、あとはもうひたすら磨いていく、ひたすら磨いていくっていう、そういう作業になりますね。ここからは大して面白くない動画です。はい、水拳磨いていますね。どんどん番手を、細かくしていって、もうただただひたすら磨くですね。ここでも結構こう磨くのがね大変なんですよ。段差を取って、研磨していきます。これもですね、あんまりにも、研磨しすぎちゃうと、もちろん塗装剥げちゃうので、トップコート剥げてしまうので、まあ、剥がさないようにですね、できるだけ細かい番手で、やっていきます。水拳して、まあ、手バフですね。手でバフをですね、かけていくことになります。こういう感じでもうどんどん磨いていって、どんどん研磨していくと、だんだんこう光ってきて、これもだいぶ綺麗になってきたんじゃないですかね。はい、ちょっと傷口目立っちゃうけど、今回ですね、塗装は、まあ、特にいらないよというオーダーだったので、まあ、できる限り、目立たない状態にするまでかなっていう、折れたのが、まあ、傷口は見えてもいいよっていう感じだったので、まあ、こんな感じの仕上がりになりますかね。はい、こんな感じです。どうしてもやっぱりまあ折れたところちょっと目立つは目立つけれども、黒だからと余計になんですよね。だけどまあ随分綺麗になったと思います。
で、取ったパーツ類ペグとかですねを、再びですね装着して、弦を張って、でこの後は音出ししてチェックですね。もちろん調整とかもですね、やっていきますので、まずですね、クリーニング系ですね、フレット磨いて指板保湿して、アッセンブリー系クリーニングします。で、弦を張ったらまず、ネック調整ですね。ネックのトラスロットの調整やります。ストレートかどうかを見て、トラスロットの調整をした後、弦高調整ですね。弦高適正な高さにして、高すぎず低すぎずですね、にやります。標準にします。でその後オクターブ調整して、あとピックアップの高さ調整ですね、フロントとリアで音の差が出ないようにします。まあ、数値でやるのもあれなんですけど、基本的にはもう聴感上ですね。聴感上どういう感じで、響いてくるかによって、最終的にチェックします。はい、これでこちらの作業は完了になります。いかがだったでしょうか。今回はですねギターの恒例だったんですけれども、まあ、今回塗装をほとんど含まないやつだったので、少しまだ、どうしても跡が見えちゃうところもあったんですけれども、これ塗装するともっともっとですね、傷が隠れて綺麗に治るかと思います。できるだけ恒例はですね早い段階で持ってきていただけるとより綺麗に低予算で治るかと思います。こんな感じですね、ライブステーションの YouTube チャンネルやっていきたいと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録やいいねなどしていただけるとありがたいです。はい、ではそんな感じでまた次回もよろしくお願いします。